小学寺は愛知県刈谷市寺横町にある新州大谷派の寺院である。三号は大音さ山。本尊は阿弥陀如来。境内元は茂原宗の市場にあり、その頃は天台州の寺院だったが、干渉元年に浄土新州に改修した。慶長六年には東本願寺の教女から新鸞と県女の映像をカフされた。いつしか刈谷町に移り、 その後、カリア藩主安倍家の母代書である、伏線坊がよそへ移ったことから、伏線坊があった現在地に、小学寺が移った。なお、寺横町という地名の由来は、小学寺ではなく、伏線坊である。寺横町は、市原稲荷神社の祭礼で毎年、八つの練りを披露しており、八つの練りは、カリア市指定向け民族文化財に指定されている。 カリヤ町をはじめとする四カ村の集合に改めは、毎年4月に、小学寺で行われていた。完成2年には、カリヤ藩主、土入里の寄進により、三門から寺、横町までの参道が開けた。カリヤ城の東側に位置し、南西の高台には、C の木屋敷が、さらにその先の高台には、カリヤ市立木上小学校がある。北側は、カリヤ城方面から伸びる谷があり、 谷を隔てて、八幡町の市街地がある。境内には、刈谷出身の森家の墓があり、諸子学者の森先蔵、その弟で、童話作家の森三郎などが収められている。ありがとうございます。